正座してもらって、まあ、よくこう、膨らむ、するときにこう入れとか言うんだけど、そんなの、まあ、結構難しいのよ。で、僕がすごく好きな作り方は、まあ、勝手にあの攻めさせるんだね、お願いします。はい、ちょっとお前、これ割り切ってもらっていい？ここで、まあ今ちょっと返しちゃったけど、もう一回。まあ例えばハーフ、まあいわゆるハーフガードだよね。になったときに、まあ、足絡んじゃうともう他のことできなくなるから、右足で止めて、左足で、まあ今入らないんで、ちょっと下がって入れて。こういう時に絡んじゃうと両足も使えなくなるから、右足で止めて左足ちょっと下がってこう入る、このまま馬だと入らないことも多いんで、ちょっとずらすのと角度位置と角度を変えるね、ま、真上向いてると入り位置ずらしても入らんから、ちょっと横向こう、横向いたら入る、これを入れてしまって、ちょっとこっちに、相手がこう首と脇すくってきたよ、でもこの服入れちゃうと、服入れたらこれ止めるのと、で左手はね、左手はラリアート、こんなことしない、こんなことしない、ラリアートが一番効く。あと大事なのはやっぱり右足を抜くんだね、後ろに。左足が引っかかってる、右足を抜けばほら。これでも入ろう。手が出ないから。ちょっと止めて、ハーフできます。ハーフなったら、止めといて、今腰と肩止めてるね。だからちょっとだけ密着が甘くなるから足が入る。これがっちり変わる、がっちり胸が合っちゃうと近いっていうのと、あと角度作りづらいからね、だから来た時にちょっと肩と腰を押して止めよう、そして右足に引っ掛けといて、引っ掛けてないと、こんなことしてる途中にポンってパスされたら困っちゃうからね、止めといて、これでいいです、ちょっと見える、あと、こっから履いて止めて、お尻ずらして入れるんだけど、つま先が入ったら右足でまた引き寄せる。これだけだったら、なんか、つま先が入ったけど、引っかかりが弱いでしょう。もう一回入れるんですよ。そしたら、こう、フックがきつくなるね。そしたら、相手の引き止めて、右足を抜く。抜いて、ラリアートしながら跳ねれば、これもおでこね。これで帰るね。結構、まあ、今まで帰らないかもしれないけれども、フックガードを作れるんで、すごく便利よ。ちょっとやってみる。